足元が悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。それではただいまから9条の会と総係行動実行委員会の共催の憲法審査会は今を始めさせていただきます。私は本日の司会を務めます9条の会事務局の小沢です。どうぞよろしくお願いいたします。岸田首相は今年の年頭から事あるごとに改憲の意欲を示しております。そしてまた改憲野党からですね、さまざまな改憲をせつく、そういう発言もこの間行われております。で、私たち9条の会と総係実行委員会はこういったですね、動きの中で憲法審査会でのですね、改憲の動きをですね、止めるべくこのような集会を開催させていただきました。で、まだ国会では実質的な審議は今国会では始まっていないようでありますけれども、しかし昨年の臨時国会などでは憲法の条文案を下ごしらえするための検討委員会を作ろうなどという物騒なですね発言も出ております。で、私たちはこのような動きをですね、まず車止めを立てて止めるというそういう行動を取るとともにですね、立憲野党の皆さんとお互いに交流しながらですね、励まし合ってですね、改憲の動きを止める先手を打っていきたいというふうに思っています。本日はだいたい1時間半ぐらいの予定で進めさせていただきますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。それでは主催者の挨拶として、9条の会事務局長の小森洋一の方からご挨拶をさせていただきます。今日は皆さんお集まりいただいて足元の悪い中ありがとうございます。今向こうに行けって今真ん中に行けという指示がありましたので、本当に今日は足元の悪い中お集まりいただきありがとうございました。救助をめぐる状況は本当に緊迫をしています。そして今の岸田政権が何が何でもそこを突破していこうとする非常に強い政治的な意思も見えている状況になっています。救助の会結成して今年で20年になります。呼びかけ人の方でご存命はお一人になってしまいましたけれども、私たちが積み重ねてきた運動を世話人として引き継いでいただいている朝倉さんと、そして事務局の高田さんに今日は今の緊迫した局面についてお話をしていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんのそれぞれの現場でですね、今日の話を生かして新たな運動を、そして絶対9条改悪は許さないという強い私たちの主権者としての意思を示していく集会にできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではプログラムにありますようにですね、まず立憲野党の各党の憲法審査会の委員の方からですね、ご挨拶をいただきたいと思います。立憲民主党の近藤昭一議員がお見えですので、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こうして多くの皆さんにお集まりをいただいていることを感謝と敬意を申し上げたいと思います。とにかくですね、本当に憲法9条大変にですね、こう危ない時期というか、9条を守っていく上でですね、こう本当にいろんな大きな波が来て いるというところではあると思います。しかし本当に9条は絶対に守るんだということで、多くの方がそれぞれの地域で、またこうして集会を開いてですね、集まっていただいて、そして声を上げていただいている、こうしたことがですね、本当に9条を守っていく、このことで本当に大きな力を発揮していると思います。安倍政権でもですね、本当に厳しい状況が、まあ、もちろん今も続いているわけでありますが、こういう中でも何としても守っていこうと。しかしながら、先ほど主催者の方からもお話がありましたようにね、まあ、自民党の中でも派と派と平和を守っていくと、こういうことで活動してきた宏池会の岸田首相がなぜということであります。
先の臨時国会、そしてまたこの通常国会でも条文を変えていく、その機関を設置する、こんなことをとんでもないことを言ってるわけであります。何としてもこれを止めていかなくてはならない。今本当に国内外で課題が山積をしている。特にパレスチナガザ地区の問題であります。アンルワあるいはウンルワという言い方もしますけども、パレスチナの皆さんの生活を、命を支える、そのための機関、日本もそこに出資を、支援の出資をしてきた。しかしそれを止めるというわけであります。あのガザ地区が包囲をされて支援物資が届かない、支援物資が届かないだけではありません。もう皆さんよくご存知だと思いますが、目の前で子どもたちの、あるいは女性の命が奪われていく。医療を尽くしたくても、あるいは手術をするにしても麻酔もない薬もないということであります。こんな状況になぜきちっと国際社会は、そして救助平和憲法を救助を持つ日本がきちっと行動しないのかと、こういうことであります。どうぞそうしたさまざまな多くの課題がある中で、改めてしっかりと救助の平和主義を守っていくんだと、このことが最も私は大切だと思っています。通常国会が始まりました。予算委員会が開かれているところであります。去年昨年なんかはですね、予算委員会が開かれている中で憲法審査会も動かされてしまったということであります。そういうことはあってはならないということで、立憲野党、私の所属します立憲民主党でも頑張っているところであります。実はこの通常国会からですね、私どもの憲法審査会の、憲法審査会に対応する憲法調査会、党の憲法調査会のメンバーも変わった、少し変わったところであります。ご承知のこと方も多いと思いますが、改めて少しだけ紹介させていただきますと、憲法調査会の会長は大阪誠二、立憲民主党の会長代表代行になりました。そして私が引き続き会長代行を務めさせていただいております。参議院の方では辻元清美さんが会長の代行として、また小西参議院も会長、役員として入っていただいております。そうした中でですね、動かさないように、そして変な動き方をしないように、裏金の問題があります。そうしたことに安倍派、また二階派関わっているわけであります。我々としてはそんな、我々の泉代表もですね、汚れた手で憲法を触るなと、こういう発言もさせていただいているところでありますが、憲法という根本となる法律ものを扱う対応する委員会に、こうした裏金に関わったメンバーはふさわしくない、こういう訴えをさせていただいているところであります。参議院においてもですね、この憲法審査会のメンバーに、そうしたメンバー、安倍派、二階派が入ってるのはおかしいだろうと。ただですね、本当残念であります。安倍派、二階派の人が、残念ながら、数として、絶対数として多いところ。そういう中では、せめてと言うと語弊があるかもしれませんが、役員になってはいけないだろうと、こういう訴えをさせていただいているところであります。いずれにいたしましても、本当に私も、戦後の生まれでありますが、あの戦争への反省から今の日本国憲法、とりわけ憲法9条があるわけであります。これは何としても守っていかなくてはならない。どうぞ私も皆さんと共に頑張ってまいります。立憲民主党の衆議院議員の近藤昭一でございます。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。近藤さん、どうもありがとうございました。今ご紹介あったように、本当に今緊迫した国会の情勢ですから、議員さんは時間の許す限りでご参加いただくということで、途中退席されるかもしれませんが、その旨皆さんにお伝えしておきます。どうもありがとうございました。それでは続きまして、日本共産党の赤嶺政賢さんの方からご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本共産党の衆議院で憲法審査会の幹事オブザーバーを務めております赤嶺政賢です。今日は参議院で憲法審査会の幹事予定の二比総平参議院議員もお見えでありますが、私の方からご挨拶を申し上げたいと思います。
今さっきですね、聖林審が来週開かれるということで、その聖林審への会長へのですね、申し出書というのが出てまいりました。まあ、かなり長い文章ですけれども、その5人衆それぞれ微妙に言い分は違ってますけれども、例えばですね、ある人は私は令和4年8月25日から事務総長を務めておりますが、本件には一切関与しておらず、東京地検検察庁特別捜査本部が捜査を尽くした結果、処分するという判断はしない、すなわち立件の必要なしとの結論に至ったものと承知しておりますと、というような中身をですね、それぞれ聖林審に出頭を求められた議員さんたちがこんな言い訳っていうか、今私たちがこの裏金がどんなふうにしていつから作られていったのか、そしてその裏金をどこに使ったのか、いうようなですね、ものを徹底解明していくというこの政治の在り方、企業献金の禁止、そういう方向に向かってですね、進んでいくというのが姿勢でありまして、自分は検察でさえ立件してなかったんだから無罪であるというような言い分を聞いてですね、この問題にを閉じるというわけには絶対にいかないと思います。来週のですね、聖林審でこの問題は終わらない。やっぱり証人喚問、そして金権腐敗政治をなくするための究極的には企業献金の禁止という政治改革をですね、やってやり抜くことが今国会の任務だなということを強く考えております。さっき近藤先生の方からもお話がありましたけれども、2015年に安保法制が国会に出てきた時の6月4日の憲法審査会でですね、4人の憲法学者が参考人として出てこられて、立憲民主党の中川先生や私たち日本共産党の当時大平衆議院議員も含めてですね、安保法制は憲法違反かどうかを憲法学者に質問をいたしました。即座にですね、安保法制は憲法違反であるというような発言をいただいて、その6月4日から憲法審査会は全く機能しなくなりました。1年5ヶ月だったと思いますが、憲法審査会をから自民党は逃げ回りました。改憲と言っておきながらですね、やっぱり国民が、安保法制は憲法違反、憲法違反の法律を作ることは許されないと立ち上がったときに、憲法審査会は開けなくなった、自民党がもう逃げ回っていたということを、私は非常に今でも印象に残っております。その当時の安保法制に反対する国会を包囲したその後の戦いもご承知の通りだと思います。やはり国民的な戦い、今安保三文書が出てからですね、もう日本は例えば武器輸出の問題でも殺傷能力のある武器の輸出を可能にする方向を企んでますし、アメリカにですねパトリオットを輸出しようとしているとかですね、本当に戦争準備のために安保三文書に沿って
日本の国の在り方を根本から変えようとしている事態が、あります。しかしそういう中でもですね、私、沖縄の出身ですが、安保三文書が出た頃は、沖縄は非常に、緊張感でした。台湾有事は日本有事、南西諸島が危ないということでですね、例えば、与那国の町長、まあ、この方自衛隊のですね、出身でもありますけれども、もう与那国の住民みんながですね、避難するなら、その避難の準備金を町が出すとかですね、跳躍場を建て替えるときにはシェルターを作るとかですね、こういうのをやってます。で、非常に豊かな湿地を潰して自衛隊のための軍港を新たに作ると、こういう動きもありました。石垣でもありました。宮古島でもですね、そして沖縄本島ではうるま市でもありました。ある町でですね、市当局の方が、あなたのところの公民館はだいぶ古くなって、建て替えが必要になっていると思うんだが、建て替える気持ちはないかということをですね、公民館長さんのところに来て、何の話だろうと思っていたらですね、建て替える際には市当局が補助金も出すからシェルターも一緒に作ってくれと、こう女性の公民館長だったらしいんですが、言われたらしいんですね。で、もうちょっと何を言ってるのか意味が取れなかったと。その次に来た時はですね、あなたの地域で、ミサイル防衛のための避難訓練をやりたいと、ついては、防衛省と市との避難訓練に協力してくれと、こういうようなことを言われて、自分たちが考えている以上に、今の政府は強硬に戦争準備を進めているということで、危機感を持って立ち上がっております。最初は沖縄を戦場にするなという非常に切迫した気持ちで沖縄の戦いが各地で始まりました。この1年以上経ってですね、今みんなが何を言ってるかというと、戦争にしないための平和の準備、9条があるじゃないかと、外交が大事だと、対話が大事だというような空気に変わってきてます。9条を守ろうじゃないかと。で、玉城デニー知事も県庁の中に地域外交室を作りました。台湾にも行くし、中国にも行くし、そして ASEAN にも行く、こういう地域外交を務めて、玉城デニー知事はやっぱり今大事なのは ASEAN のような対話外交を北東アジアにも広げること、政府任せにしないで沖縄県自身がそういう努力をしていこうという取り組みも始めております。私も憲法審査会に出てですね、まあいろいろ彼らは発言します。9条なんてお花畑だというような発言もあります。私は戦争を知らない人たちがですね、勇ましいことを言うけれども、沖縄戦の悲惨さはですね、そんなものではなかったと。やっぱり大事なのは9条だということで、9条の値打ちを光らす戦いが今大事だなと思っております。今度の国会はこの裏金問題、闇金もあります。政党助成金もありますし、企業献金もあります。自民党のポケットはもういっぱいですけれども、そういう金券賄政治を正していく国会、国民の信頼を失った内閣が
そもそも改憲を口にすること自体がおかしいということで、国民的な戦いに立ち上がって、この改憲策動を何としても阻止していこうではありませんか。私も全力を挙げて頑張り抜きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。赤嶺さん、どうもありがとうございました。国会議員の方々についてはですね、沖縄の風の高良哲美参議院議員からも出席の、ご返事がありましたけども、今日はどうしても沖縄関係のですね、お仕事があって、欠席というご連絡がありました。高良さんは私たち救助の会の世話人も務めていただいております。ここでご報告をさせていただきます。でそれでは続きまして、こちらで用意した日本のスピーチに入らせていただきます。でまずは朝倉睦子さん、早稲田大学の名誉教授で、救助の会の世話人でもありますけれども、朝倉さんから今2つの訴訟の原告として考えることということでお話を、いただきます。今お二人の議員からもお話があったように、私たちのこの運動は安保法制の強行から始まってもいるわけですけども、こうした安保法制以降のですね、反憲法的な政治、そのに私たちがどう向き合うべきかということをですね、憲法審査会の問題のまさに根底にあるその前提に関わるお話としてですね、今日は用意をしていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。それとレジュメがもし、ない方はですね、お手を挙げてください。今、受付の方で準備をしておりますので、配らせていただきます。しばらくレジュメのない方はお手を挙げていただければと思います。じゃあ朝倉さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。朝倉睦子と申します。今日はですね、30分話をしろと言われまして、30分も話ができるかしらと思いつつですね、こんなテーマを用意いたしました。テーマが今2つの訴訟の原告として考えることということです。それでこの2つの訴訟って何かということなんですが、1つはですね、今お話にあった安保法制の安保法制違憲訴訟ですね、それが一つです。もう一つは学術会議の会員任命拒否に関してなんですが、情報不開示処分がありました。その不開示処分の取り消し請求訴訟というものです。ちょうど私はこの2つの訴訟の原告になりましたので、自分の専門とちょっと考えていることと絡めて、今日はこういう話をさせていただこうと思っております。専門と言いましたのは、私は法学を専門としているんですけれども、小沢さんは憲法なんですけれど、私の専門は労働法とそれからジェンダー法というのが専門でございます。で今日はその専門で自分が考えていることと、それからこの今の安保法制、それから学術会議の会員任命拒否という問題とちょっとこう絡めてですね、お話をさせていただこうと思います。で労働法の世界なんですけれども、今大きな大きな地殻変動のようなものが起きているかなっていうふうに私は思っております。と言いますのは、2020年の初頭からですね、コロナがありましたよね。新型コロナの、パンデミックがありました。で、それが世界を襲ったということが、非常に社会に大きな不安を及ぼしているわけですよね。でもちろんこれまでにも社会不安というのはたくさんありました。たくさんの災害とか危機というものがありましたけれども、これほど大規模で、大きなですね、打撃を受けた、経験というのはやはり人類にとっては稀だったかなというふうに思っております。ここから鮮明に見えてきたものは何かということを最初にですね、少しお話ししたいと思っております。それはケアというものへの、見直しというか問い直しというものだったと思います。で
まあ、ケアって何かということですけれど、まあ、分かりやすく言えば育児とか介護とかですね、家事とか、そういう問題で、これは他者の、まあ、労働とか働きかけを必要とする人に対して、まあ、その人に対してその安全とか生命の維持などのためにそのニーズを満たすという、そういうさまざまな活動のことですね。それをケアと言いますし、まあ、ケア労働者とかケアワーカーというふうに使っております。で、労働法の世界ではですね、これまでほとんど、まあ、労働者というものを対象としてきた学問なので、まあ、自立して労働運動の担い手になるというですね、そういうイメージで労働法というのは捉えてまいりました。まあ、したがってですね、ケアというものをあまり見直して不可欠だというふうな認識はあまりなかったと思うんですね。まあ、ところがこのパンデミックを通じてケア労働の不可欠性というものに光が当たることになりました。で、人間というのは生まれてから死ぬまでですね、誰かのケアをし、誰かのケアの世話になるというですね、そういう人間像というのが、まあ、生きた人間像であり当たり前のことだという、そういう認識ですよね。ですので、その中で労働法もですね、ケア労働者の保護とか権利とかですね、ケア労働の不可欠性とか、そういうことを考え始めております。で、もう一つの私の専門はジェンダー法というものなんですが、ジェンダー法はそもそもですね、このケアという活動、関係性というのを非常に重視する、そういう法学の分野です。つまりケアに対する反対概念というのは何かというと暴力なんですよね。まあ、暴力に対決するという、まあ、学問的な意義というのをジェンダー法というのはあるというふうに思うんですけれども、したがって、まあ、反暴力というですね、そういう、こう基本的な法理念を重視する社会を目指していくんだという、まあ、そういうことで2003年から私たちジェンダー法学会というのも立ち上げたんですけれども、そういうものが今こそですね、まあ、重要な研究分野だなというふうに思っております。ただその現実の社会を見ますと、実際にコロナ禍とかですね、まあ、世界的な戦争状況の発生というのがこのケア社会に逆行する社会、それをこうもたらしております。そういうムードがですね、今出てきておりまして、まあ、平和の重要性というのを語ると、まあ、空想的だというふうに言われたりですね、それから中にはウクライナのようになったらどうするのかとか、から中国からの侵略に勝てるのかとかですね、まあ、そういう言説が最もらしく聞こえております。で、社会には実際に暴力が蔓延し始めており、 DV だとか、まあ、子どもに対する虐待とかですね、そういうものもあると思います。で、政府は今ですね、こういうムードとか、言説とか、そういう暴力的傾向ですよね、まあ、それを実際に利用しているというふうに思っております。つまり改憲の、まあ、議論っていうのはですね、そういうものを背景として進んでいるなというふうに思うんですね。だからこそ私たちが求めているケアの行き届いた社会というものを、現在の改憲への動きに、まあ、もっと打ち出してですね、それに抵抗すべきであるというふうに思っております。まあ、岸田首相は憲法改正にすごく前のめりになっておりまして、特定秘密保護法を、経済活動にまでですね、拡大しようというような動きも出てきております。で、今日の、まあ、今日の集会というのはですね、そういう動きをどこかでストップするということを目指して持たれているんだというふうに思っております。まあ、そんなことを前提の議論はじめにのところで私は考えているということをお話ししたんですが、次にですね、この安保法制をめぐってというところに入りたいと思います。で、この発端を思い出すですね、安保法制発端はですね、2014年7月1日の閣議決定による解釈改憲というものでございました。で、ここに
資格の中にですね、こういう閣議決定を書き出しております。我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し我が国の存立を全うし国民を守るために他に適当な手段がないときに必要最小限の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として憲法上許容される。まあ、そういう言い方をして閣議決定したわけですよね。で、決してここで解釈を変更するとは言わないですね。従前からの解釈の、確認であるということで閣議決定をしたわけです。で、その時に持ち出された文書がここで従来の政府見解というものでした。これは1972年ですね、昭和47年の10月14日の政府資料ということで、当時も大変問題になりましたけれども、その文書自体は、はっきりとですね、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許されないというふうに明確に書いてあった。そこをこう飛ばしてですね、従来の見解というふうにこう説明されておりました。ですので、これを当時策定した内閣法制局の、長官はですね、憲法9条の戦争放棄の規定によって他国の防衛までをやるということは、どうしても憲法9条をいかに読んでも読み切れない、そういうふうにこう答弁されたわけですよね。だからこれが論拠になりえないということはもう明らか、明々白々でございました。そしたらもう一つこう別の論拠を持ち出したわけですよね。その論拠というのが、次に書いてある砂川事件の最高裁判決でございます。昭和34年12月16日です。ただこの判決自体もですね、固有の自衛権とか、それから必要な自衛のための措置は憲法9条2項によって放棄されていないというふうに述べているだけで、決してですね、集団的自衛権の行使は云々というような、それを争点にしたものでは全くありませんでした。ですから、これも論拠にはなりえないということは当時からもう明白でありました。というような中で、こう強行採決されたのが安保法制というものだったんですね。安保関連法、2015年9月19日未明に第189国会で強行採決されました。ですから、この法律の立法上のですね、必要性と論拠っていうのは全くなかった中での強行採決であったということです。で、しかもですね、その採択のプロセスでものすごい暴挙がありまして、もう異常ないろんなことがあったんですね。昨日ちょっとつらつら思い出して本当に異常だったなと思うんですけれど、安倍首相が立憲主義は王権時代の考え方だというようなことを言いましたし、ポツダム宣言はつまびらかにしないというようなですね、発言もありました。女性の議員に対してはとりわけですね、ひどいことを言って、戦争法という呼び方はレッテル貼りである、発言を撤回しろと言ったり、早く質問しろよというふうに言ったり、どうでもいいじゃんそんなことっていうようなですね、ことを言いました。また先ほど のご紹介にもありましたけれど、憲法学者のですね、専門家の意見というのは、ことごとく否定されまして、軒並み無視されました。それから女性についてはですね、ほとんど議論なかったんですけど、実はフリップというのが毎回繰り返されてですね、日本人のお母さんと赤ちゃんが北朝鮮から米国の軍艦に乗って避難するときに、米軍を攻撃する北朝鮮の軍隊を排除するためにですね、集団的自衛権は必要だというような議論がありまして、そんなことはありえないって言ったんですけれど、それは無視され、そして最終的にはですね、強行採決の議事録も改ざんされましたよね。議事録で最初は議場騒然というふうに書いてあったのが、賛成多数というふうに書き換えられた
というですね、まあ、そんなこともありまして、その直後に行われたこの憲法学者のアンケートというのがありましたけれども、まあ、それではこのレジュメにも書いてありますように、集団的自衛権を容認する安保法案というのは憲法違反というふうに言った方が104人、憲法違反の可能性があると言った人が15人、憲法違反には当たらないというのはたった2人でありましたぐらいですね、こう専門家の意見というのは無視されたで強行採決されたのが安保法制というものでした。そこでですね、安保法制違憲訴訟というものが提起されることになったわけです。でこの採択されてしまった安保法制に対して2016年の4月ですけれども、全国で22の裁判所に25件の違憲訴訟が提起されました。で原告は7617人、代理人の弁護士は1685人です。非常に壮大な訴訟がスタートをしまして、で私もこの時にこの原告の一人になりました。で今日までに地裁高裁合わせて40件判決が出ておりますというふうに、40件でいいと思うんですけれど、違っていたら修正していただきたいと思いますが、近いところでは昨年の12月に仙台高裁の判決が出て、それから今年の2月にですね、札幌高裁の判決が出ております。ところが下級審ではですね、まあ、全て原告は敗訴しています。でほとんど裁判所は平和的生存権というのは具体的な権利ではないと、戦争の危険はまだ生じていないから人格権は侵害されていないですね、まあ、そういうことを言っております。で今まで憲法判断には踏み込んでこなかったけれども、仙台高裁はですね、一時憲法学者の長谷部先生を証人として喚問したのでとても期待されていたんですけれども、判決はですね、明白に違憲とは言えないというような判断をしまして、大いに期待外れに終わっております。でこういう状況の裁判自体はですね、非常に読んでいるとストレスフルなんですけれども、まあ、全国的にですね、裁判が進行していると。でしかもこれ全国にものすごい数の専門家とそれから弁護士さんが関与していますので、そういう中で争点を論じ合っている訴訟というのを、まあ、身近に見られるというのは実は原告としては非常にメリットがありまして、まあ、恩恵を被ってるなというふうに思っております。で訴訟の進行に合わせてですね、裁判官にはがきを出すというような運動も進んでおりますので、まあ、頼りになる弁護団を中心になお今後新しい活動も盛り上がっていくかなというふうに期待しております。でレジュメの2ページ目なんですけれども、私が関与しているのは実はこのですね、女の訴訟というものなんですね。安保法制違憲訴訟女の会というのを作りまして、2016年の8月15日にですね、122名の女性ばっかり集まりまして提訴をしました。安保法制違憲訴訟女の会というもので、どうして女性が集まって原告になったのかということなんですけれども、まあ、そのことは生活思想社という出版社からですね、ボイスいう平和をつなぐ女たちの証言というそういう証言集が出ていますので、それを参照していただきたいと思います。で女性たちの声はですね、まあ、二度と自分たちは戦争の被害者にもならないし加害者にもならないし傍観者にもならないというですね、そういうもので、皆さんの決意はこの言葉に示されていると思います。でもちろん他の違憲訴訟と共通する主張がたくさんこの中には女の会にもあるんですけれど、加えてですね、女の会では主にですね、安全保障におけるジェンダー主流化、それがないがしろにされた、まあ、そういうことを告発する訴訟になっております。どういうことかと言いますと、
まあ、さっきもちょっと触れたんですけれど、安保法制の、 あの制定過程ですね、とことん女性の声というのは否定されております。国会の参考人とか公聴人というのは全て男性でしたし、女性の意見はどこにも反映されずに、まあ、唯一こう女性が登場したのがさっき述べました、あの北朝鮮から逃げてくる子供を連れたお母さんだったんですね。でしかも国会ではこの女性議員の声に対して安倍首相が言ったようなですね、ひどいハラスメント発言もあったということで、この訴訟ではですね、安保法制の制定過程における女性の排除、平和論議への女性参加の否定、異論封じ、こういうものを、まあ、もっともっとですね、しっかり立証しようということに、まあ、みんなで取り組みました。で実はその一つの証拠としてですね、私たちが取り上げましたのは2000年に国連の安保理決議、1325号というのがあるんですけれども、それでした。これは何かと言いますと、女性平和安全保障と題する国連の決議なんですが、実を言うと安全保障の分野っていうのは一番ジェンダーの問題とほど遠いところに追いやられている。これは国連もそうだったんですね。ですので国連は安全保障においてもジェンダー主流化というのは不可欠であるということを言って、この13255の決議というのを挙げました。で日本政府もですね、安保理決議13255に基づいて国別行動計画というものを策定することになりました。で国連はですね、その策定過程にもしっかりジェンダー主流化を盛り込みなさいというふうに言ったんですね。なので日本政府はそれを受けて女性団体とか市民グループの女性たちを策定過程に参加させました。ところがですね、女性たちが主張したのは何かというと、安全保障で女性の権利は侵害され、その戦争の、ね中で女性の権利はいかに侵害されてきたか、二度とそういうことを起こすなということを、国別計画を作るんだったら盛り込むべきだというふうに主張したわけですよね。例えば 米軍による性暴力とか、それから日本軍の性奴隷制などのですね、そういう記載を盛り込まないと、この日本が策定する国別行動計画にはならないというふうに主張しました。ところがですね、途中まで日本政府はそういう女性の声を反映して原案というのを作っていたんですけれど、最後の最後にですね、それを否定して全くですね無視して、苦労して NGO も参加して練り上げた原案というのはですね、予告なしに一方的に改変されたんですね。そして安保法制の強行採決の直後の国連総会で日本政府は国別行動計画というのを発表してしまいました。もうこれはものすごい裏切りだったんですよね。でこの国別行動計画の策定過程で行われたこの暴挙というものを女性に対する具体的な権利侵害だと言って、まさにですね、戦争に向かっている国が女性を利用してで排除して、そういう証拠だというふうに主張しました。でこれが、まあ、NAP というものの、まあ、国別行動計画の策定過程で生じたジェンダー差別と権利侵害であるということを裁判所で、まあ、主張したんですね。ところがこの異常なことが実は裁判の過程でも起きまして、2022年のですね1月28日、口頭弁論期日に地裁の裁判官が突然ですね、これ以上の文書提出命令も承認申請も必要なしと言って一方的に法廷を退出しました。びっくりしてですね、何が起きたかみんな呆然としたんですけれども、そしたらその後3月25日にですね、請求は棄却するという判決が出た。非常に異常な事態でした。出された判決は、まあ、他と同じなんですけれども、平和を求める権利というのは抽象的なものであって具体性はないと、法的保護には値しない、まあ、そういう非常に無内容の判決でした。で現在、まあ、東京高裁でこの女の訴訟も続いております。でこの中で私たちが
何度も主張したいと思っているのは、今の防衛費の増大というものがですね、私たちの命と暮らしを守るために支出されるべき国家予算を大幅に圧迫していると。だから軍拡増税で生活の方がもう壊れていくと、これではこう戦争をやる前に国民生活が破壊される、こういうことを主張しております。で、今後もこういうこの訴訟は続きますので、控訴審の行方にも注目していただきたいなというふうに思っております。で、さて次が学術会議問題というものです。で、2ページのちょうど真ん中あたりなんですけれど、会員の任命拒否も皆さんご存知だと思います。私は2003年から2014年まで学術会議の会員だったんですけれども、自分の任期が終わってほっとしたなというふうに思っていたら、会員の任命拒否問題というのが起きました。2020年の10月です。菅首相によって6名の方の任命拒否が起きました。学術会議が会員候補者として推薦した105名のうちの人文社会科学系の研究者6名ですねの方々を全く理由を示すことなく任命拒否した。この中には小沢さんも入っていらっしゃるわけですよね。小沢さんが憲法専門家としてこの学術会議の会員になってくれていたら、どれだけまた学術会議の議論も充実してきたかって極めて残念ですけれども、そういうことで任命拒否が行われました。で、これに対してはものすごい短期間のうちに1000を超える学協会が反対声明を出すというね、すごい日本中がもうびっくりするようなことも起きました。で、学術会議法17条というのがありまして、これは優れた研究または実績のある科学者のうちから学術会議が候補者を選考して、内閣総理大臣に推薦して、で総理大臣はこの推薦に基づいて会員を任命するというふうに書いてあるんですね。この総理大臣の任命というのは総理大臣が勝手に任命するわけじゃなくて法に規則された規則行為であります。ですから推薦を無視することは決して許されない。明らかに任命拒否というのは違法な行為なんですね。そう言っていたらこう菅総理はですね、こういうふうに主張し始めました。学術会議は法の国の機関で、会員は特別職の公務員だから自分が公務員の任命権があるというふうにね、選定罷免権があるというふうに言いました。でも首相自身も公務員ですから独裁者ではないので、これは当たらないわけですよね。で、国会で追及されると次にですね出てきたのが、2018年11月に内閣府の内部文書というのが出てきました。で、これはですね、実はこの内部文書というのは学術会議の会長も知らない文書、幹事会も知らないと言ったんですね。でも出てきちゃった。で、これは学術会議の推薦通りに任命すべき義務があるとまでは言えないというふうに書かれていて、今回の推薦拒否というのは以前からのそのなんて言うんでしょう、解釈に基づく行為であって前から認められていた行為だというふうに言ったわけですね。で、これは何と言ってもこの論法というのは既視感があるというふうに学術会議の会員で会長であった広渡正吾さんは言っています。どっかで見たなということですよね。これは安保法制の時に、先ほど冒頭に述べました解釈改憲というものですよね。以前からこういう解釈だったんだというふうに言って強行採決をしたというものと全く同じ論法だというわけです。で、学術会議法違反だけではなく任命拒否というのはいろんな憲法上の条文に違反しており、学問の自由違反でもありますということですよね。で、どうしてこんなことをしたのかというのが括弧にありますが、学術会議の弱体化を狙っているとしか言いようがありません。その後どんどんですね、自民党のプロジェクトチームが学術会議の組織改革を提言したり、内閣府がですね学術会議の在り方についての方針も出したりしてきました。
つまり学術会議を国の機関から切り離すという狙いなんですね。でそれによって弱体化させようという提案です。でこれに対する反論も、日本全国からあるいは世界中から起きまして、2023年の2月には学術会議の歴代会長5名がですね、連名で声明を出しました、記者会見をしましたし、ノーベル賞の受賞者8名の方がですね、声明も発表し、こんなことをするなと、学術会議は今まで社会の発展に非常にいい役割を果たしてきたんだから、政府が一方的に改革するようなことはやめろと言ったんですけれど、それがとどまるところなく、現在は学術会議は内閣のもとに設置された有識者懇談会が出ております。はい、というようなことが起きております。で最後のページに参ります。で情報不開示処分の取り消し請求訴訟ですけれども、これについては、任命拒否に対する、情報が全くその拒否の理由が明らかにされていないので、2021年4月26日に、法律家学者と弁護士ですけれど1162名が情報公開請求をいたしました。そしたら、その結果ですね、非常にうやむやな、情報公開が、一部なされて、でこれに対して、さらにですね、この取り消しを求める訴訟というものが現在、起きました。ちょうど一昨日のことですが、司法記者クラブで、訴訟代理人と任命拒否された方々が、並んだ記者会見で小沢さんもいらしたんですけれども、訴訟の提起がされたということが公表されております。で私はこの不開示処分の取り消しを求める、訴訟の、原告の一人としてですね、この訴訟に参加することになりましたということです。こういう一部不開示、それから全く開示しないというですね、結論に至ってるんですけれども、これを通じて今後もですね、この任命拒否をうやむやにしないというようなことは続いていくと思います。で最後にこの2つの訴訟の原告としての経験から訴えたいことを、読み上げて終わりにしたいと思います。戦争を回避するための市民の力が今試されていると思います。あらゆる手段を通じて、軍事力や軍事的なるものが暴力や差別いじめに対抗して反暴力という姿勢を貫きたいなというふうに考えています。これは女性たちが作り上げてきた、平和な日常というものをですね、安保法制は破壊するものだという主張を強めるものでもありますし、それから冒頭に言いましたコロナ禍を通じて、さまざまなですね、暴力的なものが激化しましたけれども、この世界で起きている戦争というのもですね、その結果流れを引いているものと思います。私たちが訴えたいということは、ケアと暴力は両立しないということなんですね。で暴力はケアというものが非常に苦慮しながら紡ぎ育ててきたものを、一挙に破壊するものですし、暴力は生じる前に避けるしかないということです。コロナパンデミック後の社会を生きるためには共にケアするという思想をですね、育てなければならないし、そのためには社会における暴力的な支配に従わないような個人を、私たちは育てていくということをですね、注力したいと思います。でウクライナは核を持たなかったとか、それから軍事力を持たなかったから戦争に巻き込まれたとかですね、そういう人がいますけれど、しかし戦争は始まったら決してやめられません。だからこそ戦争を始める準備をしてはならないというふうに考えております。ちょっと長くなってすいません。私の話は以上です。ありがとうございます。朝倉さんどうもありがとうございました。まだまだお話聞いていたいところですけれども、私たちが会見に向き合い、そしてまた
戦乱の渦巻くですね、世界の動きに対して、どう向き合っていくかということに関わるですね、大事なお話をいただけたというふうに思います。どうもありがとうございました。でそれではここで、参議院から駆けつけてくださいました、社会民主党の福島光穂さんからご挨拶をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党党首参議院議員福島みずほです。今日このような憲法審査会は今ということで、それぞれ の学者や活動家の皆さんたちから話があり、それをみんなで共有し頑張るぞという、そういう集会に集まられた皆さんに心から敬意を表します。国会は今裏金問題で大揺れです。五輪じゃダメだと51人32人ちゃんと出てこいって思うわけですが、自民党が誰のために政治をやってきたのか明らかになったと思います。大スポンサーである大企業のためにやってきて、国民の生活など全く関心がないと。しかしここまで腐って金権より民権じゃなく金権廃政治なんですが、にもかかわらずひどいことがどんどん進むのが国会ですから、本当にこの国会本当に政治の流れを根本的に変えるために一緒に力を合わせていきたいと思っています。で私は参議院の憲法調査会審査会ずっとメンバーです。でものすごい実は危機感を感じています。というのは単純に言えば衆参で憲法改悪発議に必要な3分の2はとっくに占めているからです。で国民投票法は極めて不十分ですが、自民党公明党などは全くそれ関係なしにやるときはやるんじゃないかっていうね。で最も近いのはやっぱり参議院選挙じゃないかと。衆議院選挙いつあるか分からないから準備ができませんが、私は憲法改悪が起きる可能性はあると思ってですね、これを一緒に止めていきたいと思っています。で岸田首相が施政方針演説でご存知、前回もそうだったんですが、今回もう少し踏み込んで憲法改正の条文化の具体化を進めるようにっていうところまでやっぱり言っているわけですね。それに危機感を本当に感じています。ある人が言ったんですが、安倍がつき菅がこねし戦争を持ち、何も考えずに食うは岸田って言ったんですね。この何も考えずにっていうところがミソで、だからこそこんなガタガタでひどい中でもひどいことが起きるかもしれません。で衆議院はご存知、憲法9条と緊急事態宣言条項、参議院は憲法9条と合区解消のための憲法改正などが中心です。ちょっと衆議院と参議院では正直ちょっと温度差があるんですが、衆議院の緊急事態条項の提案にとても危機感を感じています。衆議院議員はあれ参議院の緊急集会のこと知らないのかしらとこう参議院としては思うわけですが、まさにいや緊急事態条項ナチスの国家主権法とかみんな言うけど違いますよというふうに自民党は多分言い、単に、日本は災害が多いから任期を延長する必要があるときに延長するんだけですよって言うと思うんですが、これは大間違いです。戦前も国会議員の任期延長したこともありますし、まさに独裁政治で大問題で、国民がまさに一票投じて政治変えたいっていうときにそれを阻むことになりますし、まさにこの緊急事態条項の改悪を許さないために頑張りたいと思います。で施政方針演説で私がギョッと思ったのは、日米同盟を岸田首相は公共財って言ったんですよね。いや水道とか農業とか医療とか山とか海とかそういうものは地域交通公共財、みんなの命を守るためのみんなのものです。でも軍事同盟がなんで公共財なのか、命を守るものこそ公共財でしょうと思うのですが、ここのなんか差っていうかですね。で今国会はもう一つセキュリティクリアランス法という名の秘密保護法大改悪法が2月末にも出てくる高市早苗さん法案ですよね。で秘密保護法、何が秘密か、それが秘密です、わからないんですが、公務員がほぼ対象 98% だったのが、今度経済安保まで秘密をガーッと広げて民間の人にも
広げてやると、秘密が拡大をするわけです。そしてなんとこの適正評価を内閣総理大臣がやるっていうふうになっています。内閣総理大臣自らやるわけではないでしょうから、まあ、内閣総理大臣の下の一大諜報調査、部局を作ってですね、そこがやることになるわけですが、民間企業からの情報の吸い上げにもなるでしょうし、またこれって何のためっていうと軍事研究のためじゃないですか。デュアルユースじゃないけど AI も入るかもしれない。その意味でまさに日本が軍事研究するための民間も全部入れて、その情報も取りながら、まさに、秘密保護法の大改悪法です。まあ、これは将来内閣総理大臣の下の一大調査組織になるでしょうから、日本版 CIA、まあ北村茂さんとかね、まあ、ずっと論文書かれてますが、そういうものになっていくんじゃないかと本当に心配しています。まあ、現代の国家総動員法じゃないか、まさに戦争、さっき学術会議の話がありましたけれど、戦争のための教育、戦争のための研究、戦争のための大学、戦争のための産業、もう戦争のためっていうことで進んでいくんじゃないかと本当に心配して、それを止めたいんです。とにかく戦争を止めたい。それで社民党は1月18日から20日まで中国を訪問いたしました。それは日本の国民と中国の国民は絶対に戦争してはならない、その思いと決意をちゃんと伝えて意見交換するために行きました。戦争の準備、戦争する覚悟と麻生さんは台湾で言いました。麻生さん一人でやってくださいというわけにはいかないのが戦争ですから、もう巻き込まれるのが、被害に遭うのが、みんながひどい目に遭うのが戦争ですから、もう戦争させない、戦争の準備、軍拡ではなくて平和の構築。今回も予算案にたくさん武器の爆買いが入っています。武器の爆買い許さない、軍拡ではなくて生活へ、そして憲法改悪を止めて憲法破壊もさせない、秘密保護法の改悪もさせない。そして私たちは今まさに歴史の岐路で、今なら間に合う、今ならできる、戦争を止める、そのために本当にたくさんの力を合わせていきましょう。そのためにも頑張るという決意を申し上げ、憲法審査会でも頑張ります。一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。福島さん、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします